石井桃江は、テレビ新広島の報道部記者、元アナウンサー。幼稚園卒園あたりまでを、広島県秋郡府中町で過ごし、その後親の仕事の関係で、愛知県天郡沙織町に移り住む。入社後数年は中継リポーター、深夜番組 m g など、あらゆるジャンルの番組に関わった。その後は報道番組の担当となり、今に至る。また、 テレビ新広島の地上デジタル放送推進大使として活動していた。テレビ西日本の津の世界アナウンサーとは幼稚園時代から親友で同時期に FNS 系列局に入ったこともあって現在も交友関係を持っており、角瀬が里帰り出産した際もその進行ぶりがブログで紹介された。2013年7月に長女を出産したため産休していたが、 2014年8月に復職。2016年2月から報道部に移動したが、夕方のローカルワイドニュース番組で、テレビ新広島が行っている子育て応援企画、サンキューフォーゼロキャンペーンに関するコーナーが不定期に、組まれる際に、子育てを経験した当事者として出演することがある。TSS ライク、のライク。 ニュースフラッシュにて報道部記者として現地よりリポ報告することがある。サンキューへ TSS アナウンサーブログ石井アナ2014年6月17日閲覧ご報告 TSS アナウンサーブログ石井アナ2014年6月17日閲覧ありがとうございます。